時刻は午後5時を回りました。サクリーヌが生放送でお届けしていきます。レモン色のクインテット作品33、まだまだ6時まで生放送です。さあ、ここから5時台前半はゲストコーナー。今日のゲストは歴史会主催の伊坂洋一さんです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。はい、2回目、今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回お越しいただいたのが12月の終わりくらいですね。あ、それでしたっけ。ね、意外にももうだいぶ時間が経っておりましてはい、はいはい、では改めまして、今日初めてお聞きの方もいらっしゃると思いますので、自己紹介の方お願いします。映像制作と音楽の制作をしている市政合同会社という会社をしておりまして、その中のコンテンツの一環として今歴史会というですね、歴史を伝える会を主催しております。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回はその合同会社でやられているその、なぜ映像と音楽制作をやっている人がなぜ歴史なのっていうところを紐解いていかせていただいたんですけれども、もともとはその歴史好きだったっていうところを ね、はい、ね、お聞かせいただきましたが、今回なんか先週金沢の方に行ってたとか。歴史好きなのに意外と日本を回れてないというですね。まあ仕方がないのかな。詳しいので行ったかのように喋れるんですけどで、まあ金沢は本当ずっと行きたくて、うんうん、ここ3年ぐらいずっと言ってたんですけど、ね、共通の知り合いでも金沢出身の方いらっしゃるので、うん、いらっしゃいますね。特にお話をしてたんですけど、うん、まあなんで3月ぐらいですかね、結構忙しい時期あったんですけど、まあ妻と相談して、うん、まあ、5月ゴールデンウィーク開けたら結構こうオフシーズン入るんで、そうですね、うん、行こうっていう計画を立ててですね、まあ、安い新幹線見つけたので素晴らしい行ってまいりました。大事大事、はい。3泊くらいですか。2泊3日ですね。2泊3日、じゃあちょっと金沢は、はい、歴史的にどんな面白さがあるのかまず教えていただけます。はい、まあ、まず一番皆さん有名なところで言うと兼六園っていうですね、兼六園、日本三大庭園というですね、うんうん、私の出身が茨城県の水戸っていうところで、そこも三大庭園の一つの偕楽園っていうのがあるんですけど、まあ、そのうちの一つの兼六園っていうのがありますね、うんうん、で、まあ、あとその皆さん加賀百万石っていう単語はよく聞いたことがあると思うんですけど、ね、単語だけ知ってる。はい、そうですよね。加賀百万石、うん、はい。まあ、一応歴史をさらっと言うとですね、加賀っていう、今の石川県の金沢市あの辺のあたりって、うんうん、戦国時代前半って結構こう宗教勢力がかなりはびこってた場所なんですね。ほうほう。一向宗とか本願寺とか聞いたことないですか。ありますね、本願寺とかね。はいはい。織田信長。そうです、織田信長の本当に一番最後のライバルだと言われた本願寺千女っていう人がいるんですけども、うん、約信長と10年ぐらい戦ってたんですかね。そんなに。はい、うん。で、まあ、基本的に、場所が大阪がメインなんですけど、うん、やっぱりそのそっちですね、金沢の方ってすごいすごい異行衆の人が多くて、うん、上杉謙信すら苦戦したと言われてるような場所なんですよね。で、まあ、上杉謙信なんかも何回も戦ってっていうことをやるんですけど、最終的にはあと織田信長が福井から、うん、その石川の方に登ってって、うん、その異行衆と戦う時期があるんですよ。でその時に、前田利家っていう人がそっちにも戦いに行ってるんですけど、うんうん、最終的にそこを討伐して、その前田利家っていう人があの辺土地でも全部もらって、その人が、その加賀百万石の一番最初の藩祖って呼ばれてる人です。おー、素晴らしい。何にも打ち合わせなしにもうこうペラペラロレスって喋れちゃうところがまた本当すごいんだけど、はい、はー、歴史の中で宗教と政治とやっぱその、武士たちのなんか権力っていうのは、はい、なんか密接にやっぱりつながってるなってどの世界を見てても思うんですけど、やっぱり日本もそうですよね。まあ、戦国になるとちょっと政治とまたばらける部分あるんですけど、うん、鎌倉時代なんかにはやっぱり政治の背景に宗教ちゃんと絡んで絡んでますよね。やった時期があったんですけど、うんうん、戦国時代はその宗教は宗教で独立しちゃってる感じがすごいあったので、でもなんかクソ坊主がいるイメージ、なんて言い方、言い方としてはねあれですけれどもね、はい、はいはいはい。でそれでその加賀百万石とは何がつながってくるんですか。その前田利家っていう人が、結局成り上がってって、うん、時代百万石っていうと徳川家康に次ぐ2番目にでかかったような大きさだったんですよ。うん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 。で、江戸時代ずっとそういう歴史があって、その前田家っていうのが行くんですけど、うん、はい、うんうん、なんでその、前田利家っていう人が初代築いた、子孫たちに残していったもの全部合計して100、一番大きい時で120万石ぐらいあったのかなっていうところで、その独自の文化を築いていったっていう町並みなんですけど、で行ってみてやっぱそれはすごい思ったんですよね。なんていうんですかね、流行りに乗ってこない独自の文化を持ってる町だなって今行ってもすごい思って、今もその文化というか感じすごいします。へえ。やっぱ土地柄もそうなんですけど、そのチェーン店とかも全然やっぱりなくて、うんうん、あ、なんかそんなお話聞いてると私今すぐにでも行きたくなってきちゃうな京都っぽいですね、なんか
はあ、古き良きものもすごく残ってる感じですかね。そうですそうです。へえ、まあ、金沢を中心にいろんなその武器屋敷とか行かれたりとか、はい、っていう感じですかね。はい、へえ、加賀百万石って一体何なんだろうと思って聞いて、実際はなんか119万5千石に上るとか。あ、そうです、一回122万石で、江戸に、まあ、徳川家に言ったんですけど、うん、それはあの許可が下りなくて119万石でになったっていうちょっと細かいところあるんですけど、大体それぐらいあった下りなかったってすごいですよね。でしかもなんかこれもうダントツですよね。なんかこの頃の大名の国高トップ10って言って今ちょっと拝見してるんですけど、はい、なんか前田家が100万石だとして、うん、次が77万石で、あの鹿児島、はい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 、薩摩、島津家っていうことらしくて、はいはい、もうダントツですよね。うん、本当はですね、あの中国の毛利っていうのと、うん、あと上杉景勝っていうのが120万ぐらい持ってたんですけど、うんうん、関ヶ原で負けたんですよ。あの時か。はい、その人たちがダーンって下がったんで、前田家がトップなんですよね。そういうことなんですね。はい、で今はじゃあその前田家の子孫もきっと残っていらっしゃるし、あ、残ってますね。はいはい。ほう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 、明治時代公爵になってたはずですね。私はね、以前からお話を聞いてて、なんでそんなに金沢に行きたい行きたいっておっしゃってるのかなっていうのがちょっと分かっておらず、はいはいはい、あのむしろそのワイン関係でいうと、あの能登とかの方で、うんうんうん、あのワインを作っている方々結構いてですね、はい、であの地理的にもあのワインを作るのにはすごく適した土壌とあの気候であるっていうことは言われてたので、そっちの方で興味を持ってたことはあったんですけど、すごく行きたくなりました金沢。あの新幹線で本当2時間半ぐらいで着いちゃうので、うん、早いですね。早いですね。8時半ぐらいの乗ってもう11時ぐらいに着いてたんで。そうですよね。じゃあ、はい、あの2泊3日でも十分回れるくらいかな。パツパツに予定を入れまして、パツパツに入れてしっかりと回られて、はい、まあ、でも今ねお聞きいただいたようにね、分かると思うんですけど、本当に歴史マニアっていう口だけではなくって、いきなりパッと振ったことに対してこれだけの数字とか、あのその背景とかっていうのもパパパパパって言えちゃうんですよね。でそこがぐっと引き込まれるような話術だなと思うんですけれども、実際歴史界とかではこういう話をいろいろとしているわけなんですよね。歴史界は、まあ、ちょっと去年なんかは、うん、年号を中心に一話一話喋ってたんですけど、うんうん、まあ、今年はちょっと人にフューチャーを当てて、はい、でまあ、ちょうどあさってですね、うん、歴史会あるんですけど、あさってはですね、長宗我部元親っていうですね、知ってますか？もう一回、なんかすごい私今大腸小腸と思っちゃいました。腸の壁だから、いわゆる四国の英雄って呼ばれてる人ですね。ちょっとテーマにお話しさせてもらいます。またまたその長宗我部元親さんっていう方って、はい、失礼ながらそこまでこう長年、ね、うん、通ってる方なのかなって思うところもあるんですけれども、どんな方なんですか？簡単に言うと、ざっくりと言うとですね、うん、まあ、土佐出身の称豪族の中から、うん、まあ、四国を一回統一した人なんですよ。称豪族なら、はい、にもかかわらず、はい、まあ、要はちっちゃいところからです ね、うん、ちっちゃいね、四国を統一するところまで持っていった人です。あの結構下克上的な、はい、ちっちゃいところからこう大きくなっていく人好きですよね。あ、好きですね。他にどんな方います？あ、そういう人ですか、うん、いやでも戦国時代いっぱいいますけど、毛利元就なんかは一番有名かなと思いますね。うんうんうん、毛利さんね、はい、まあ、言うても織田信長もそうなので。そうですよね、はい、そうですよね。であの今ちょうどほら大河でやっていますどうする家康で、うん、武田信玄がちょうど亡くなったんですよね、はい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 、今回で阿部寛ですね、阿部寛さんが亡くなり、息子に託したっていうところで、うん、でまだ生きてるんじゃねえかってなってるみたいな感じになってるっていうところで今や進んでるんですけど、うん、あの頃本当武田信玄がもうとにかく猛威を振るっていて、うんうん、確か織田信長ってまだそんなにね大きくないし、家康だってまだ全然全然っていう、はいはい、ところから、家康もそうだし信長もここからオセロをひっくり返していくかのようにどん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 変わってきますよね。はいはいはい、うんうん、こういうお話が好き。好きですね。はいはい。確かにみんな多分ね、あの特に男性、そして、うん、まあ、あの女性とか男性とか関係なくかもしれないですけど、歴史好きな方々ってその下校空城の人間ドラマが好きな人多いのかなと思うんですけど、うん、前回これまではその年号に即して、お伝えしてきてたけど、今人にこうフォーカス当ててるっていうのもやっぱそういう理由なんですか？あ、まあ、なんですかね、歴史界自体が、うん、
あのテーマであの今日も書いてくださってましたけど、やっぱ人間ドラマっていうところがあって、うん、なんかどうしても義務教育って年号を覚える暗記として覚えさせられるっていうところがあって面白くないんですよ、うん、なんでそこの人間の生き様あり方みたいなのをしっかり学んでほしいな、特に日本人にねっていうところがあるので、まあ、やっぱ人フューチャーしたことは伝わりやすいかなと。本当に今何にしてもやっぱり人のストーリーとか思いっていうものほど人の心を動かすものはないですよね。うん、うん、でこの、長曽壁元親さんっていうのは、はい、まあ、よくなそれこそ歴史の教科書とかに載ってるような人たちとの絡みでいうとどんな絡みがあります？一番面白いところ言いますね、うん、あの四国を統一する直前に織田信長に会いに行ってるんですよ、うん、でちょっと信長に憧れを持ってた人みたいで、いわゆる四国ってあの時って本当に田舎で島流しにされるっていう場所が四国だったぐらいなんですよ。はあ、息子にも信長の信っていう字もらって、息子は長宗我部信親っていうんですけど、うんうん、まあ、それぐらいの関係性を一回作って、で信長に四国は好きにしていいよってお墨付きをもらうんですよ、うんうん、でその後に統一するしようとするんですけど、信長が途中でですね、やっぱダメって言うんですよね。なんかさ、それ今の時代にもよくある話ですよ ね、 なんかね、ありますよ ね、 ね、うんうん、はいはい、でダメって言って、ちょっと待ってよってなるじゃない。そうです、そうです。そんで元親さんどうするんですか？でちょっと待ってよってなって、一回敵対関係になるんですよ。で信長がもうじゃあ四国攻めるねって言った決まった日が6月2日なんですけど、うん、その6月2日になんと本能寺の変が起きるんです。なんてことでしょう。でこれ面白いんですけど、うん、長宗我部元親と織田信長の間を取り持った外交役っていうのが明智光秀なんですよ、うん、で明智光秀からしたら、僕が頑張って約束を取り持ったのに急にダメって言ってる上様、ちょっとおかしくないですかっていうのがどうしても出てくるんですよね。でプラス、長宗我部元親の奥さんっていうのが、うん、明智光秀の重臣中の重臣と呼ばれる人の妹さんが奥さんなんですよ、うんうんうん、なんでその明智家と長宗我部家のつながりが結構ありまして、うん、そうなんで本能寺の変は長宗我部元親説っていうのが一説あるぐらいの人なんです。うわ、それ一応ちょっと年号で言うと1582年の6月2日です。うわ、そうなんですね。いやまさに信長が生きるか死ぬかの時にそんなことがあって、はい、じゃあ、まあ、あそこでもし本能寺の変がなかったら、うん、今頃長宗我部元親はどうなってるかは分かんないですよね。四国は征伐されてたかもしれないですね。そうですよね、はい、うわ、まあ、ちなみにその後秀吉に征伐されちゃうんですけど、まあでも一時でもね、そうです、そうです、やれたらね、はい、そうですよね。あ、そうですか。うわ、そうやってなんかこういろんなものがこう絡み合って絡み合って歴史ができてるって思うと、全部知っていきたいなっていう欲もありつつ、やっぱこういろんな人の名前とか結構似てるじゃない、元親さんと元中さんとか、はい、いろいろとある中でよくそんなにこう覚えてられるなと思うんですけど、うん、その名前を覚えていく秘訣って何ですか？秘訣、いや勝手に覚えちゃう。これはね、たまに言われるんですけど、うん、覚えちゃうんですよね。やっぱそうなんだ。好きなだけなんじゃないでしょうか。やっぱそういうことよね、はい、やっぱ好きっていう気持ちって強いですよね。私もじゃあでも逆に言うと、なんでそんなにワインの名前覚えられるんですかってことなんでしょうね。話と同じだと思うので多分ね、いや、はい、簡単じゃんって思っちゃうよね。カベルネソービニョンって言ってるだけだからね。そうです、そうです。まあそういうことなんでしょうね。よく知っていて好きだからどんどん覚えていくっていうのと一緒なんでしょうね、うん、本当にね、はい、うんうん、ちょっと愚問ではございましたけれども、気になったのでちょっとお話しさせていただきました。、はい、何件かですね、ちょっとメッセージもいただいているんですけれども、まあ、今日ほら歴史会っていうところもやっぱフォーカスを当てたいところなんですけど、はい、あさってあるっておっしゃってましたよね。はい、はい、ありがとうございます。FM 江戸川のですね、 Facebook の方にですね、なんか素敵ですねって言って、私も入りたいですみたいな、素敵な取り組みをされている方ですねって、私も歴史は好きですのでぜひ会に参加したいですっていう方がいるんですけど、これもしご参加になりたいときはどうしたらいいですか？ですね、歴史会って、まあ、ツイッターでも YouTube でも調べていただければ。ツイッターがいいのね。ツイッターがいいですね、うん、まあ、DM で行きたいって言っていただければ、うん、はい、もしくは突然来ていただいても当日参加費払っていただければ誰でも参加はできます。一応ね、 FM 江戸川の Facebook のコメントの方にですね、情報の方は載せさせていただいているので、うんうん、はい、はい、こちらの方からちょっとアクセスしていただくのが一番いいかなと思うんですけれども、はい、はい、なんかね、元親と明智の絡みの本能寺の変、あの辺面白いですよねっていう賛同の方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、この辺の面白さもう少し深掘りできるようであれば一個だけ言っときましょうか、はい、ちょっと後の話で、うん、徳川家光っていう人、
徳川の三大将軍なんですけど、はい、家光も実は三大将軍になれるかなれないかっていう瀬戸際がありまして、うんうん、あの家光って結構有名なんですけど病弱で、あの男はすごい好きであんまり女が好きじゃなかったっていう。そう、公職って言ってましたよね。そうそうなんです。で、まあ別の兄弟がいて、まあ、そっちが将軍になる可能性が相当高かったんですけど、その時にあの春日の局さんっていう人が出てきまして、はいはい、でその春日の局さんが徳川家康に直談判して、うん、家光が将軍になってるっていうのがあるんですよ。でその春日の局のお父さん誰っていうと、さっき言った明智光秀の重臣の人なんです。斉藤利光という人なんですよね。おー、またつながった。そうなんです。これなんでかっていうと、武田が滅んだってさっきちょうど言ったじゃないですか、うんうんうん、で織田信長ってもう西に攻めたかったんですよね。京都をまず取って、でその時も中国の毛利って人攻めてたん で、うんうん、でそこから東に武田来られると困るので、あの徳川家康に抑えててねって言ったんですけど、滅びましたと。そしたらもう家康邪魔なんですよ、うんうんうん、いらないですね。確かに、はい、確かに。で、うん、一説によるとですけど、もう家康いらないんで暗殺しといてくださいって光秀に頼んだと。で光秀ちなみに家康の接待役だったんですよ。はー。で明智光秀がそれはまずいって言って、それはイエスにチクって、でイエスと一緒にあの人やばいんで一緒に滅ぼしましょうって言って起こしたっていうのが一説あるんですよね。はあ。でそうなると徳川イエスからしたら明智光秀にものすごい大恩があるんですよね、うん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 、ってなるところのつながりからの春日の局っていう話があったりとかするので。なるほどね。うわ、歴史はこのイフ話が面白いですね。まあそれはだってあのイフなんですよね。そうですそうです。もしかしたらそうだったかもしれないっていう。あくまで本能寺の変は未だに分かってませんね。だってなんかあそこで信長死んでなかったかもしれないとかっていう話もありますよね。あ、はいはい、逃げたっていう話もありますし。ありますよね、はい、そうですよね。まあ歴史が変わってるかもしれないですね。いやー、これはまだまだ深掘りしたら多分ねどん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 出てくるんですけれども、はい、ぜひこの続きは歴史界で直接お聞きいただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、ぜひぜひ、はい、ぜひあの歴史界何か気になるなという方は Facebook ページにあります、情報の方から Twitter だったりとかホームページの方に行っていただきたいと思います、はい、で今のお話聞いていてすごく感じたのが、はい、あのなんか今最近でどこかで聞いたことあるなって思ったっていうのが、うんうん、例えばこう大社長、こういろんな企業、大きい企業の社長さんと中小企業で、ね、社員3人くらいから始めてどん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 大きくなっていったっていうね、うん、社長さんとのその縮図みたいなものにすごい似てるなって思ったんですよね。あ、はいはいはい、うん、この辺ってどう感じます？なんかそれこそドラマでいうと半沢直樹とかも好きなんですけど、うんうん、あのやっぱ工場長と銀行の担当とか、うんうんうん、貸してって言ったのになんで貸してくれないんですか、あるあるあるなんか今でもそうなんで、歴史ってやっぱりそういう経営の部分とか生き方にものすごく伝わる部分がありますし、うんうん、で何年経っても結局歴史って繰り返すんですよね。人が変わらないからね。そうです、人なんですよね結局ね、はい、うんうんうん、なんでそういう人の失敗っていうものをあのリアルに学べるっていうところが歴史の一番素晴らしいところだと思うので、うんうんうん、はい、あのぜひ皆さんに本当に知ってほしいなとそこは思います。そうですね、はい、まあ、こういったところでその、歴史界とはまた別の切り口でなんかその経営とか生き方に役立つ歴史界というところでもズームとかでやってらっしゃいますよね。あ、そうです、今ちょっとまた別ですね、寺子屋経営塾っていう方の、まあ、一応代表をしてるんですけれども、まあ、そちらでですね、こちら参加費無料なんですけど、うん、朝ズームでですね、まあ、月に1回経営を学べる歴史の、うん、勉強会みたいなことをしてまして、で、まあ、あとですね、今週連チャンなんですよね。本当ね。今週の金曜日朝9時からなんですけど、星名正幸という人をテーマにちょっとお話しさせていただきます。24、26と、はい、はい、連チャンですけれども、星名正幸もなかなか知ってる人少ないと思うんですけど、うん、はい、まあ、いわゆる会津っていう場所、はい、会津若松の会津、福島県に当たりますかね。そうですね。で、会津といえばやっぱり幕末で結構やっぱ有名なんですけど、うんうん、そこの初代の藩主をした人、うん、が星名さんですね、はい、ほうほうほう、これもちょっと興味深い話ではあるんですけど、また切り口が違うというところで面白さがあると思うので、はい、寺子屋経営塾で調べていただいた方がいいかもしれないです。はい、こちらは寺子屋経営塾で調べてください。何を隠そう、はい、私もですねここは関係しているところもあるので、はい、あの興味ある方は私の方にサクリーヌにね連絡くださってもいいかなと思いますが、はい、
さてさて、だいぶねいい時間になってきてるんですけれども、うん、最近なんかこの歴史会の方でまた新しい取り組みをされてるって言っていたので、はい、ちょっと最後にそちらのお話聞かせていただきたいんですが。はい、ありがとうございます。もともとですね、歴史会ってまあ1年目始めて、その時は本当に歴史好きを集めたただの飲み会で終わってしまったんですけど、まあ、その時にまあ映像を本格的に作ろうと思って、歴史の映像を作ったところからうちの映像制作会社ちょっと大きくなってたところがあるんですよね。でまあ去年から歴史やっぱりやりたいなって思って復活したんですけど、まあ、ちょっとどうしてもこうセミナーっぽくなってきちゃって、映像と歴史が全くつながんなくなっちゃってきたんですよね。で最近今年になってふと思ったんですけど、やっぱりその映像とやってる歴史っていうのが別じゃなくてこう一緒にした方がいいなっていうところを含めて、で私あと一人で歴史のセミナーずっと頑張ってても広がりが少ないなっていうところも含めてですね、歴史の活動、いわゆる和の文化とかいう活動を広めてる方たちとか団体様を応援するメディアを作ろうと思っておりまして。いいですね。でまあ、よく考えたら過去結構獅子舞だったりとか、うん、和太鼓だったりとかっていう団体様の映像よく作ってたんですよ。ということは歴史×和の文化、はい、で今後はまた活動を広げていこうかなっていうですね。でそこにちゃんと本業の映像制作も入れてっていうところを含めて作っていこうかと、うん、素晴らしい。この辺は何か今お知らせできるようなこととかありますか？今ですね、本当にやろうって思ってるタイミングなので、うん、もしそういう和の活動をされている方で、うちの歴史会で拡散してほしいっていう方がいれば、もう先着10名様までですね、うん、無料で掲載すべてやらせていただこうと思ってますので、和の活動をしている方ぜひご連絡ください。はい、ぜひ、和の活動、こういうことをやっていて、プレゼン一緒にこう何かこうやっていきたいなっていうシンパシーを感じた方いらっしゃいましたら、どうぞ FM エイド側宛てのメッセージホームで結構ですね、ご連絡いただければと思います。はい、はい、まあ本当にね、その広がりはこれから世界に向けてすごいいろんなことが発信できると思うんですよね。はい、うん、楽しみですが、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さて、そろそろお別れの時間なんですけれども、今日ね冒頭でおかけした曲というのが山名武信さんが作った曲でした。山名武信さんってどなたで、はいはい、ざっくりと、まあ、うちの市政合同会社の方の作曲担当の人になりまして、まあ、いわゆるこういう大河ドラマみたいな曲をもうバリバリ作れる方なんですよね。ものすごかったですよね、さっきのオープニング感。はい、本当に私もすごい好きでファンですね、一応、うん、なんかBS テレビか何かで使われていたことがあるって、はい、あ、はい、結構何度か使われてて、今日のお別れの曲もこちらも山名武信さんが作ってくださったという曲なんですけれども、はい、これはどんな曲ですか？テーマ的にその和っぽい感じのイメージのアルバムの一曲なんですよね。で、まあ信長の野望好きな人ならわかると思うんですけど、まあ、信長の野望をやってるゲーム中の背景で流れてそうな曲です。あ、バラードで締めさせていただこうかなと、あ、はい、じゃあちょっとしっとりと、はい、ね、お別れしたいと思います。歴史会については Facebook のコメント欄の方に載せておりますので、ぜひご覧になってください。また、歴史と経営生き方というところで寺子屋経営塾という、Zoom での歴史会の方では、こちらは私の方にご連絡いただければと思います。はい、そして、和について何か発信したいことある方、どうぞこちらも FM エイド側までご連絡ください。ではラストに皆さんに何かお伝えになりたいことあれば。やっぱり日本人に生まれたからにはですね、しっかり日本の歴史を知っていただいた方が今後の生き方にすごく役に立つと思います。そして私金沢行って一番思ったのが、とにかくインバウンドが戻ってきている、海外の人たちに日本人が日本の歴史をしっかり伝えれる状況にしていきたいなと思ってますので、歴史会に興味がある方はぜひぜひ会員になってください。よろしくお願いします。はい、今日は歴史会主催の伊坂陽一さんでした。